はい、どうも。メダロットに関する情報をお伝えするメダロットニュースお伝えするのは宇野平です。よろしくお願いします。今日はメダロット S に関する情報とグッズに関する情報を中心にお届けしていきたいと思います。まずはメダロット S の情報についてお届けしていきたいと思います。今週土曜日の1月23日、いよいよメダロット S が1周年を迎えます。そこで先週もお伝えしたんですけれども、1周年記念企画についてね、今週は新たな情報も加えて改めてお届けしたいと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、ということで1つ目は追走ロボトルファーストアニバーサリー編についてお届けしたいと思います。この追走ロボトル、どういったイベントかと言いますと、先週のメダロットニュースの方でもお伝えしたのですが、これまでメダロット S が歩んできた1年間を振り返る期間限定のイベントロボトルといったものになっております。そしてね、このイベントロボトルクリアしますと、ファーストアニバーサリーチケットガチャにね、使えるガチャチケットの方がゲットできるといったイベントでございます。いろんなメダロットが登場する面白いねロボトルになっていると思いますのでね、ぜひ挑戦してほしいといったところがあるんですけども、実はここにね追加情報の方が今回ございます。それがこちら。はい、というでね、このイベントロボトルのシナリオの一部にですね、シュシュポップちゃんのねボイスが実装されているんですよ。果たしてね、どんな感じのねボイスが実装されているのか楽しみにお待ちいただければと思います。シュポップちゃんがね、ボーカルを務めるね、メダロットたちのガールズバンド、ミラクルスチームのね、ミュージックビデオがね、公開されてね、それもね、よかったらチェックしていただければと思います。そして、このシュシュポップちゃんのボイスの実装に合わせて、こちら。はい、ということで、シュシュポップピックアップガチャが再登場いたします。日程については、1月21日木曜日の15時から1月28日木曜日の14時59分の1週間の開催となっております。前回のピックアップ期間でゲットできなかった方、初めてここでシュポップちゃんを知ったといった方もぜひチェックしてみていただければと思います。そして続いての情報はこちら。はい、ということでファーストアニバーサリーチケットガチャについて改めてご紹介したいと思います。先ほどご紹介した追走ロボトルファーストアニバーサリー編でゲットできるチケットで回せるガチャになっております。こちら最新の常設機械キングファローまでをね含むね、常設の星2から星3機体全てがね登場するようなガチャになっております。イベントクリアで無料で回せるガチャになってますね。ぜひね、追走ロボトルを楽しんでいただいて、こちらのガチャでいいメダロットゲットしていただけると思います。そして続いての情報はこちら。はい、こちらも先週ご紹介いたしました。ファーストアニバーサリースペシャルガチャについて改めてご紹介したいと思います。優勝ルビー限定といったところと、お一人様3回までといった制約があるんですけれども、星3メダロットしか出ないガチャになっております。そして10連で星3メダロット一式っていうのが1枠確定しているといったところと、星3メダロット一式の確率が 3% から 5% にアップしているという、とてもねスペシャルなガチャになっております。日程については1月の21日の15時から2月の4日14時59分までの開催といった形になっております。非常にスペシャルなねガチャになってますね。興味ある方はチェックしていただければと思います。そして続いての情報も先週ご紹介したんですけど、ファーストアニバーサリーログインボーナスについても改めてご紹介していきたいと思います。こちら開催期間は1月23日からになってまして、期間中毎日ログインをすると合わせてルビー60個がもらえるほか、ブースターの超特大だったりカラーチップなどが手に入る超豪華なログインボーナスになっております。毎日ログインするだけでゲットできるものになってますので、ぜひゲットしていただければと思います。そしてこれも先週ねご紹介したんですけど、客部特製の全開放、こちらも実施いたします。今までガチャとか激闘ロボットに登場する機体から順にね客部特製っていうのを実装してきたんですけども、この1周年のタイミングでね、未開放の機体にね一気に客部特製を実装したいというふうに考えております。これ星1から星3までランクに関係なく全ての機体に対して実装したいと考えております。こちら先週に加えてちょっと新しい情報をお伝えしていきますと、どういうようなね機体に要は入るのかといったところなんですけれども、星3メダロットだったら客部特性っていう機能が実装されてから、復刻ピックアップガチャだったりでスポットライトガチャに登場していない機体に全て客部特性が実装されます。そして星2メダロットについては、ほとんどの機体に客部特性が今実装されていないんですけれども、イベントで入手した機体などもね客部特性がこのタイミングで実装されます。星1のメダロット、激闘ロボトルやねコンビニの方で入手可能なメダロットたちにもね、このタイミングで全て実装されるような形でございます。そして新規の客部特性があるのかどうかといったところについてなんですけども、それはこちらあるんですよ。冷却中のみね脚部の重霊性能がアップするアップスコンドだったり、射撃攻撃の成功という威力をアップするアーティラリー、山地や岩山がね得意になるクライマーなどのね脚部特性が今回新たに登場しております。
詳しくはね、ゲーム内のお知らせの方もね、チェックしていただければと思うんですけども、このタイミングでね、新たな客付属性も登場しておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、ということでね、ここまでは前回のニュースの振り返りといったところもあったんですけれども、ここから新しい情報の方をお伝えしていきたいと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、ということでね、ピックアップガチャにガンノーズと30度の2機体が登場いたします。日程については1月21日木曜日の15時から1月28日木曜日の14時59分までの開催となっております。それでは早速機体について紹介していきたいと思います。メダロット名はガンノーズ KBT 型のメダロットでございます。カブトムシをモチーフにしております。メダロット DS の主人公アマクラアズマくんのね、パートナー機体としてね、カブトバージョンに登場しております。このデザインね、ホルマリン先生がデザインしていただいてるんですけれども、右腕とね、左腕が非対称なデザインになっているといったところだったり、あとはボックス状のね、胸部だったりね、そういったところがね、特徴的なメダロットでございます。メダロット初のね、任天堂 DS 作品のね、主人公機体といったようなところでね、かなりね、気合を入れてね、趣向を凝らしたデザインになってるんじゃないかなというふうに思います。それではパーツの性能について紹介していきたいと思います。まずはレベル90の状態のステータスがこちら。はい、ということで頭部パーツがナパン、右腕パーツがパワーライフル、左腕パーツがメガガトリング、そして二脚タイプになっております。このメダルと特徴的なところとしては、冷却性能が非常に優秀といったところが挙げられるのかなというふうに思っております。パワーライフルだったりメガガトリングっていうのは、冷却中のね、デメリットが大きい技だったりするんだけども、このね、ガンノーズは冷却の値がね、優れているといったところで、このデメリットを抑えることができるところが特徴なのかなと思います。そしてね、もう一つこれ絶対忘れちゃいけないのがね、この頭部パーツとナパームです。KBT タイプのメダロットっていうのは、だいたい頭部パーツがミサイルなんですよね。それに対してね、このガンノーズナーパームを持っている非常に珍しいメダロットだったりします。そしてこのガンノーズ純正パーツで組むと、このナーパームにね、専用モーションが用意されてるので、それもね、ぜひチェックしていただければと思います。そして脚部特性のアセールなんですが、こちらチャージコードを実行すると、自身に対してシュートブーストを付与することができるといったようなものになっております。射撃パーツと非常にね、相性のいい脚部特性を持っておりますよね。こちらもぜひチェックしていただければと思います。はい、続いては30両について紹介していきたいと思います。KWG 型のメダロット、クワガタムシをモチーフにしております。こちらもメダロット DS のクワガタバージョンの主人公機体として登場しております。もちろんデザインを担当いただいたのは、こちらもホルマリン先生でございます。三十郎というとね、いつもこの話をしてしまうんですけども、このね、いわゆる顔の部分っていうのはね、コミュニケーションモニターといった形で、いろんなね、表情を表現することが可能なメダロットになってるんですよ。で、いわゆるね、これ目に見える部分っていうのは、実はこのメダロットの目ではない、アイカメラではないんですよね。ではこのメダロットのアイカメラってどこにあるんでしょうかっていうね、話になるんですけども、それがね、このね、コミュニケーションモニターの右上と左上にあるね、このちっちゃいね、丸の部分がアイカメラだったりするんですよね。もちろんこれはね、ホルマリン先生が考えていただいた設定だったりするんだけれども、非常に面白いなって個人的には思うんですけども、じゃあね、ガンノーズのアイカメラはどこなのかなっていうのもね、非常にね、面白いんでね、興味ある方はガンノーズのイラストをね、チェックしていただければと思います。それでは30路の性能についても紹介していきたいと思います。まずはステータスがこちら。はい、頭部パーツがコマンダー、右腕パーツがチャージブレード、左腕パーツがサンダー、そして脚部は二脚タイプになっております。30路を紹介するにあたってね、外せないのがこの頭部パーツの技コマンダーなんですよね。これどういった技かと言いますと、味方全員にレーダーサイトの症状、そして自分にステルスをね、付与するといったようなものなんですけれども、この技なんとメダロット DS でね、30路専用の技として登場したものだったりするんですよね。レーダーサイト、すべてのパーツの成功値を 30% アップしつつ、相手のステルスコンシールを無効にする、そして
ステルス、1回行動するまで相手からターゲット選択されなくなる、さらに相手のガードをすり抜けるといったものを付与することができるね。非常にね、いろんなことができるパーツだったりします。そして30路、もう一個特徴的なのは両腕パーツの技構成だったりするんじゃないでしょうか。歴代のクワガタバージョンの主人公機体といえば、いわゆるスタンダードな格闘攻撃っていうのを得意としていたんですけども、この30路、なんと左腕パーツに相手の動きを止めるサンダー攻撃を持ってたりするっていうね、ちょっとトリッキーな攻撃を仕掛けることができる珍しい KWG 型の機体だったりするんです。そして右腕パーツもね、チャージゲージに応じて威力が上がるチャージブレードという技を持っておりまして、状況に応じて相手の動きを止めるのか、威力の高い攻撃を叩き込むのかをね、選択することができるのがね、この30路の特徴だったりします。そして最後に脚部特性のデッドオアライブについてなんですけれども、これ格闘攻撃によるクリティカル発生ごとに脚部パーツの走行以外の全性能がアップするといったものなんだけれども、頭部パーツのねコマンダーでね、成功値をアップしてね、クリティカルを狙っていくとね、どんどん強くなるみたいなねことができるとかっこいいんじゃないかなというふうに思います。メダロット DS のね、兜バージョン、クワガタバージョンの主人公機体がこの1周年のタイミングで参戦いたしますので、興味ある方はチェックしていただけると思います。そして1周年企画最後の情報がこちらぽいということで、ファーストアニバーサリー星さんピックアッププレゼントガチャでございます。日程については1月21日の15時から3月31日の23時59分とね、非常に長い期間開催しているものなんですけども、これ何なんでしょうかといったところ、早速紹介していきたいと思います。こちら1周年をね記念した特別なガチャになっているんですが、この1年間ピックアップガチャの機体として、それこそアークビートルやスミロドナット、オーバニットなどのね人気の機体だったり、ビーストマスターやゴッドエンペラーなどの歴代シリーズのボス機体だったり、メダロット S でね初登場したビーストキメラ、デッドクエスターなどのね新しい機体だったりね、さまざまな機体が登場してきたんですけれども、このファーストアニバーサリー星さんピックアッププレゼントガチャ、どんなガチャかと言いますと、このねメダロット S リリースから最新のピックアップ機体ガンノーズ30路までを含むピックアップ星3機体すべての中から1体がねゲットできるというガチャになっております。どの機体が入手できるかランダムになっているんですけども、パーツ一式でねどれも廃止されることになっている1回だけのガチャになっております。いろんな人気の機体が詰まったこのプレゼントガチャね、欲しいメダロットを狙ってねぜひチャレンジしていただければと思います。以上、メダロット S1 周年に関する情報まとめでございました。1周年に関するイベントやキャンペーンはアプリ内のお知らせの方にも掲載しておりますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。そしてね、1周年を記念したもの、こちらの情報も追加に最後でお伝えしていきたいと思います。オリメダデザインコンテストについての状況ですね、そちらを紹介していきたいと思います。こちら昨年末から募集していたオリメダコンテストなんですけども、1月の、ね、5日に募集の方は締め切りさせていただきまして、現在受賞者の方を選定させていただいております。たくさんの、ね、応募いただき本当にありがとうございました。今でもね、ツイッターでシャープオリメダ S でね検索していただければ、皆さんが応募していただいた作品っていうのは見られるようになったりするんでね、興味ある方はぜひチェックしてみてください。そしてこのグランプリ優秀賞の発表なんですけれども、1月23日頃と事前にアナウンスさせていただいていたんですけれども、発表の日程の方が決まりまして、来週の1月26日のメダロットニュースの中でねお伝えしたいと考えております。果たしてね、どの作品が優秀賞になるのか、グランプリになるのか、楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということでね、実はメダロット S に関する情報ねまだあるんです。はい、ということでもう一つね大きな情報があるんです。それを紹介したいと思います。それがこちら。はい、ということでメインストーリーの第4部がね公開日の方が決定いたしました。日程については2月の10日の水曜日15時からとなっております。こちらまず第1章の配信開始という風になっていて、この後ね毎週木曜日更新といった形で基本的にはどんどん追加されていくような形でございます。メインストーリーはね今まで第3部まで公開されているんですけど、このタイミングからね第4部の方がスタートいたします。そしてこの第4部ね、注目していただきたいポイントが2つございます。それでは1つ目まずはこちらの方をご覧ください。はい、ということでね新キャラクターが登場いたします。
キャラクター名は幸運のほとり。見た目としては荒瀬くんとかね、ひさきちゃんよりは少しお姉さんといったような形でしょうか。職業は流れのメダロットカスタム屋さんということでございます。メダロット S でね、どのような活躍をするのかまだ秘密といった状況でございます。ちなみにね、キャラクターデザインは荒瀬くんやひさきちゃんと同じく千賀先生にご対応いただきました。本当にいつもありがとうございます。荒瀬くん、ひさきちゃんに続くで、ね、メダロット S から新登場するこのキャラクター、どういう風に活躍するのか楽しみにお待ちください。よろしくお願いいたします。そして注目していただきたいポイント2つ目がこちら。はい、ということでね、荒瀬くんとひさきちゃんとクロスにね、ついにボイスを実装いたします。メダロット S やね、メダロット2追体験のところでパートボイスという形でシナリオ上にボイスが一部実装されてたりするんですけれども、今回のメインストーリー第4部の公開に合わせまして、荒瀬くん、ひさきちゃん、クロスにもね、パートボイスがついに実装されるようになります。2月10日からのシナリオ公開、楽しみにお待ちいただければと思います。そしてシナリオ中のパートボイスの他にタイトル画面のメダロット S っていうタイトルコールがあるんだけれども、実はこちらにも実装の方を予定しておりまして、こちら第4部の公開のタイミングではなく近日中に反映する予定となっておりますね。楽しみにお待ちいただければと思います。はい、そしてね、この3人にボイスが入るよっていうことなんだけれども、果たしてその3人のボイスどなたが担当いただくんでしょうかってところ、皆さん気になってるかと思います。なのでね、こちらで当然今日発表していきたいと思います。どなたが担当いただくのか、それがこちら。はい、ということで荒瀬くん役は村井美里さん、ひさきちゃん役は鈴木みのりさん、そしてクロス役は杉田智和さんにご担当いただきました。素敵な方々にご参加いただくことになりました。本当にありがとうございます。この1年間ゲームを皆さんにはプレイしていただきまして、荒瀬くんだったりひさきちゃんだったりクロスくんにはね、いろんなキャラクターのイメージっていうのは皆さんそれぞれお持ちなんじゃないかなというふうに思います。その荒瀬くん、ひさきちゃん、クロスね、声がどんな声なのかっていうのみんなすごい興味あるかと思うんだけれども、本日収録済みのね、音声をいくつかお持ちしているので、ゲームの実装に先立ちましてメダロットニュースの方で先行公開をしたいと思います。それでは早速お聞きください。俺は荒瀬、こっちは相棒のクロス、よろしく。ワクワクします。荒瀬様。はい、といったような感じになっております。本当にね、少しだけなんだけれども、いかがでしたでしょうか。その他のね、セリフについてはぜひゲーム内でお楽しみいただければと思います。そして実は今回ね、ボイスを担当する声優の皆様からサインをね、いただいてたりするんですよ。なので第4部公開日決定記念としてね、このサイン入り色紙のプレゼントキャンペーンを開催したいと思います。応募方法は非常に簡単になっておりまして、メダロット S 公式 Twitter アカウントをフォローしていただきまして、指定の投稿をリツイートしてくださった方の中から抽選で3名様にプレゼントといったような形になっております。さらにこちらの投稿のリツイート数が3000リツイートを突破したら、メダロット S 内でオールブースターの超特大、なんと30個ね、全ユーザー様にプレゼントするような企画になっております。ぜひ皆様ふるってご参加の方よろしくお願いいたします。日程については本日1月19日から1月26日の1週間の開催となっております。第4部の公開は2月10日水曜日、新キャラクターのほとりさんの登場、そして荒瀬、ひさきちゃん、クロスへのね、ボイスの実装を楽しみにお待ちいただければと思います。以上、メダロット S に関する情報をお届けしてまいりました。今週めちゃくちゃボリューミーなんですけども、続いてね、メダロットのグッズに関する情報をお届けしたいと思います。3つね、情報がありますので、よろしくお願いいたします。まず1つ目の情報はこちら。はい、クロスメサイアのワイヤレスイヤホンの再販に関する情報をお伝えしていきたいと思います。こちら昨年の10月から11月の期間に受注販売を行っていたクロスメサイアの完全ワイヤレスイヤホンなんですけど、好評につき今回二次受注が決定いたしました。オーディオメーカーとして高い評価を得ているオールテックさんとのね、コラボ商品になってまして、メダロット S の主人公を着たいクロスメサイアデザインの完全ワイヤレスイヤホンになっております。イヤホン自体のデザインもクロスメサイアのイメージに限りなく近づけていて、イヤホンの操作ボタンについてはクロスメサイアの特徴であるオッドアイをね、モチーフにしたカラーリングになってたりします。そしてパッケージもイヤホン専用にデザインされていて、外側には線画イラストのクロスメサイア、
内側にはね、カラーイラストのクラスメサヤが入ったかっこいい仕上がりになっております。イヤホン自体の性能も優れていて、全帯域をきれいに表現することができる構造で、忠実かつ高音質のサウンドが特徴になっております。メダロット S プレイジャーもちろん、通話やビデオ会議、ランニングと様々なシーンでご利用いただけます。そしてこのイヤホンには電源オンにした時とか、ペアリングが成功した時をお知らせするいわゆるガイド音声機能っていうのが入っているんだけれども、なんとそのガイド音声をね、本日発表させていただきました。クロスメサイヤの担当の声優杉田智和さんがね、担当していただいたりするんですよね。ガイド音声の種類は全8種類なんですけれども、今回メダロットニュース限定でね、一足先に音声の一部を紹介していきたいと思います。それではお聞きください。起動完了。マスター、ご指示を。ペアリング成功、どういたしましょうか。はい、ということでね、こんな感じでね、クロスメサイヤのガイド音声が流れるんですよね。杉田智和さんによるね、クロスメサイヤがね、耳元でガイドをしてくれるといったね、本当にね、豪華なイヤホンになっておりますね。お見逃しないようによろしくお願いいたします。こちら二次受注という形になってるんですけど、当然ね、初回受注の方にお申し込みいただいた方にもね、クロスメサイヤの音声入っておりません。ご安心いただければと思います。はい、ということでね、本日1月19日の17時から3月7日日曜日いっぱいとなっております。お届けは2021年の3月下旬を予定しておりまして、価格は税抜きで1万8000円となっております。ご予約はメダロッターズストアに加えて、ことぶき屋さんの全店舗とオンラインショップ、クラフアートショップさんのオンラインストア、アマゾンさん、ハピネットオンラインさんにて受け付けております。概要欄の方に各販売店様へのリンクの方を貼っておきますので、ご予約や詳細確認についてはそちらの方からご確認いただければと思います。期間限定の受注販売となっておりますので、お見逃しのないようよろしくお願いいたします。そして続いての情報はこちら。はい、ということで、ことぶき屋さんのオンラインくじに関して続報の方をお持ちいたしました。以前お伝えしましたことぶき屋さんのオンラインくじサービスはついにベールを脱ぎます。記念すべき第一弾がね、メダロットということで、本日このメダロットニュースの方で詳細情報の方を初公開させていただきたいと思います。まずはサービスについて改めて紹介していきたいと思います。サービス名はことぶき屋くじ。サービス開始は1月の22日金曜日の10時からとなっております。料金については1回税抜き600円の外れなしといったあと、いずれかのね、景品グッズが必ず当たるようなくじになっております。決済方法は各種クレジット決済に対応しているといったことでございます。そして景品のグッズは S 賞、A 賞、B 賞、C 賞の4種類となっていて、気になるラインナップはこちら。はい、このようなラインナップになっております。S 賞はビッグ布ポスターになってまして、B1 サイズということで、かなりね、迫力満点の豪華なポスターになっております。デザインについては、1月21日に、ことぶき屋さんから発表されるので、楽しみにお待ちいただければと思います。そして、A 賞はね、アクリルビジュアルボードといったものになっております。これ、ことぶき屋さんのね、プラキットのパッケージイラストを使用したかっこいい一品になっております。種類はメタビー6章、アークビートのね、3種類となっていて、これはね、A 賞が当たった後に自分の好きなデザインを選ぶことができるようになっているようです。そして B 賞、ミニドットアクリルスタンド2個セットになっております。こちら、現在ことぶき屋さんのメダロッターズベースの方が限定でね、販売しているミニドットアクリルスタンドっていうのがあるんですけれども、それの新シリーズとして登場しております。これ、2個が1セットになっていまして、6種類のセットっていうのが登場している形になっております。例えば、メタビー&ベアニと、シアンドック&ペッパーキャットみたいな感じでね、2個が1セットになっている6種類のセットが用意されております。S 賞と A 賞はね、当たった後に好きなデザインを選べるといったような仕様になっているんだけども、この B 賞と次の C 賞については、当たった時点で B 賞のメタビー&ベアネットみたいな形でね、デザインが決まってきているといったようなものになっているようでございます。そして続いて C 賞はキャラ缶バッジになっていて、直径57ミリのね、缶バッジになっていて、8種類のね、メダロットがラインナップされております。初めてね、グッズ化される機体も含まれているので、これもね、要チェックのアイテムとなっております。これもね、先ほどの B 賞と同じように C 賞のクロスメサイヤみたいな形で、デザインを選ぶことはできず、抽選の時点でね、もう結果の方が決まっているようなものになってますので、ご注意ください。すべての商品ね、オンラインくじ限定のラインナップになっておりますので、お見逃しなくよろしくお願いいたします。
概要欄に特設ページへのリンクの方を貼っておきますので、そちらの方で詳細の方をご確認いただければと思います。1月22日今週金曜日の10時からね、サービススタートとなっております。よろしくお願いいたします。そして本日最後のご案内はこちら、メダロットオフィシャルジュエリーの発売を開始いたします。今回メダロットのオフィシャルグッズとして初めてのね、ジュエリーアイテムっていうのが完全受注生産で登場いたします。様々な有名キャラクタージュエリーを手掛けてきた庄屋谷口さんと一流のジュエリー職人さんたちによる最高品質のリングジュエリーになっております。デザインは男性が身につけやすい洗練された非常にかっこいいデザイン。さらにリング内のメダルは兜とクワガタの2種類があり、いずれも非常に精巧な作りになっております。リングの本体とメダルは別になってるんですが、メダルは特殊磁石によって交換が可能というね、まさにね、メダロットが身につけるにふさわしいギミックになっております。そしてこの商品ランクが3種類に分かれておりまして、それぞれ材質、クオリティ、価格が異なっております。最高ランクのプレミアムバージョンはね、プラチナとゴールドが贅沢に使用されている、まさにプレミアムな一品となっていましてね、10点限りの数量限定品となっております。それぞれメダル1種セットとメダル2種セットのね、2パターンがございます。そしてリングサイズは12号から22号までの11段階の中からお好きなサイズを選ぶことができるといったことなんですけれども、受注生産性のためサイズ交換ができない点はご注意ください。自分の指のサイズってね、正確にご存知ない方って結構いるんじゃないかなって思うんだけども、リングの試着サービスっていうのをね、ご用意いただいているようなのでね、興味ある方はね、ぜひそちらの方を利用していただければなというふうに思います。受注期間は本日1月19日の17時から2月3日水曜日いっぱいとなっておりまして、お届けは2021年の5月の上旬頃を予定しております。ご予約についてはメダロッターズストアと庄屋谷口オフィシャルサイトの方で受け付けているといったことでございます。メダロッターズストアの方ではハイクオリティとプレミアムのみのお取り扱いとなっておりますので、ご注意ください。概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。詳細情報はそちらからご確認いただければと思います。こちら期間限定の完全受注生産品となっておりますので、お見逃しないようによろしくお願いいたします。いよいよ今週の土曜日1月23日でね、メダロット S がリリースからちょうど1周年といった形で、まあ、今週からいろいろなね、キャンペーンが開催しますので、楽しみにしていただければと思います。そしてね、2月の10日からはストーリーの第4部もね、スタートして、いろいろなボイスの方の実装も進んでいくといった形でございます。そしてね、1月はまだね、メダロットニュースがもう一回あるんですけれども、次週1月26日のメダロットニュースはね、2年目についに突入するメダロット S に関する情報ね、またいっぱいお持ちしたいと思っておりますね。楽しみにお待ちいただければと思います。以上です。ロボトルファイト。